どうやらあれがこの戦争の出口みたいね。特に妨害もないみたいだし、一旦中に入って。待ってください。え、どうしたのリースさん。間違いない、これは冥府の匂い。どんどん強くなっている。来るとしたらやっぱり魔法陣から。いえ、これは上です。雲が悪夢の紡ぎ手ども、迷宮に迷い込んだ魂を食らう恐るべき三姉妹。聖典に記された77の悪魔の眷属、暴食のアルケニー。このまがまがしさ、あれが本物の悪魔なわけね。こうなったら覚悟を決めてぶっ飛ばしてやりましょう。ええ、
姉妹たちの母親でしょう。しかし、なんとか追い払えたようですね。それって また封印石。さすがに蓮の封印石で終わりかと思ったんだけど、ひょっとしたらこれは違うのかもしれません。こうして手に取ってもあまり暖かくありませんから。それって良くない意味で？いえ、どちらかというと涼しく清らかな感じでしょうか。女神のような神々しさというべきか。相変わらずの鋭さだな。え？黒騎士、証拠りもなく現れましたか。神父の方は未だ人事不正の身か。しかし聖魂の力を下方狩りにしか使えぬとは。なんともうつろで無様なことだ。しかし、ここにたどり着くのはもう少し手間取るかと思ったが、
どうやら最後の駒はいささか規格外だったようだな。最後の駒、その駒のせいで私の登場は予定よりも早まった。さすがはお茶会を開いた主人と言うべきか。そんなことまで。さてと、役目を果たすとしようか。その石は全ての駒を手に入れたお前たちへの褒美と考えるがいい。封じられしは駒ではなくルールブックの類ではあるがな。ルールブック。ゲームを対等に進めるための知識と約束事をまとめたもの。つまりようやく正々堂々と対決する気になったわけですか。それはお前たち次第だ。一つ言えるとするならば、次なる遊戯版でお前たちは全員試練に直面することになるだろう。またちょっと待ちなさいよ。試練って一体何のことなの。大小様々な乗り越えるべき試練、その中にはこの私も含まれる。え？果たしてお前たちに乗り越えることができるのか。楽しみに待っているぞ。ありましたか。まったく思わせぶりも甚だしい。うん、確かにそうかも。エステルさん。あ、うん、なんでもないの。それよりも新しい封印石が手に入ったし、一旦拠点に戻って解放した方がいいみたいね。ええ、そうですね。ルールブック、何を意味しているのでしょうか。確かに光り方が今までとは全然違うわね。うん、一体誰が現れるんだろう。クローゼ？どうしたの？その光、どこか懐かしい感じがして。え？それは当然でしょうね。あ、え？この人は。やっと直接言葉を交わすことができますね。一体何百年ぶりかしら。で、殿下。いや、まさかあなたは。はじめまして、我が末よ。そして初めまして、我が庭園を訪れしマロードたちよ。私の名前はセレスト、セレスト・ディ・アウスレーゼと言います。